えとですね、ポイントはずばり人にフォーカスしているというところになりますと、はいえー、なので、街でその人に出会いたいと,でそのとか地元でどんな人がいるんだろうと思ったときにその人を探せるというところがこのサービスの一番のポイントになります。はい えーとですね、今まで,です、ねあのー、私、福岡にいるんですけど、福岡と東京で行ったり来たりしながら、中島さんにはさまざまなアドバイスをいただいてきてで、本当に今日に関しては、もう今までそのブラッシュアップして、本当に良くなってきてるので、それ全部ぶつけなさいと、そういう風に言っていただいてます、はい意気込みですね、もう単純にあの私、あのこういう機会をいただいて、思い切り楽しみたいなと、そんなふうに思ってます九州地区代表ですね、ウィークエンド株式会社の登壇です。 よろしくお願いします。はいえっと九州地区は、えー、まあ例年通り引き続きまして福岡県さんとあとスタートアップ号々さんにご協力をいただいております。今日も来ていただいていると思います。どちらにあはいありがとうございます。ありがとうございます。いますはい本、えー、えっとあですねはいえー、九州地区の担当メンターアーキタイプの中島メンターにご担当いただきました。中島メンターからコメントをいただきます。はい。 えーとなんか今回の,あの起業家万博はあの地域の課題を、まあ、ICT で解決するという側面が非常に多くてですね、まあ、あのなんていうかこの,あのプログラムがどんどん根ざしてきたなと思うんですけども特に今回トランスポーテーションですとかモビリティといったところがすごく、まあ、フォーカスされているのも非常にあのユニークなところだなと思ってます。で今日のです、ね、このここウィィンドを発表するまさ,きさん実はそのモビリテとといううろで言うと あのまあ日本のまあ世界中の男の子が一度やってみたいカーデザイナーというですねえ職からえその自分が人間が移動するってことの根源をですね突き詰めた上えーカーデザイナーの職を辞めましてで自分の好きな街をえ考えるというですねそのサービスをこう作るために今回、自分の会社を作って起業したばっかりのですねえ若者です。なので えー、起用したばかりですので、えー、サービスはまだまだこれからなところなんですけども、えー、ぜひあの彼らの熱い気持ちをですね、ぜひ汲み取っていただいて、えー、プレゼンを見ていただければと思います。じゃあ頑張ってください。いはい、中島メンターありがとうございました。はい。では用意ができましたかね。じゃあ増田さん自分のタイミングで始めてください。よろしくお願いします。 いしますえー、ウィークエンドの増崎です、ちょうどです、ね、1週間前にウィークエンドという株式会社を立ち上げました、よろしくお願いします。今まで実はです、ね、個人ベースでプロジェクトでやってました、なのであのこれから本当に法人作ってあのしっかりアクセル踏んでやっていこうと思っています。 でですね、あの私の自己紹介からスタートしたいと思います。私ですね、人生で今まで二回あの清水の舞台から飛び降りるようなチャレンジをしてます。一回目がですね、あの法律の研究者二十代やってたんですけど、そこからカーデザイナーに転身しました。はい、これ本当です。で成功してます。でですね、三十代カーデザイナーあの十年やりました。十年やってですね、あの四十代の頭にですね、日産辞めてあの福岡に移住しまして、あの職業訓練校に通いましてあの半年間。 Java とかですねプログラミング必死に勉強して今、あのブルブックっというサービスをあのチームで開発しています。でですねあの開発メンバーなんですけどこれ驚くべきことにこんだけのメンバーいて皆さん、ただで働いてくれてます。っていうのが本当です、あの共感していただいていてあの例えばこの吉田さん、リーンシステムで会社の方なんですけど。はい これからです、ね、ブルーブックのサービスの,あの説明をスタートしたいと思いますブルーブックはです、ね、街を楽しむためのピープルリストですとなので,です、ね、あのトリップアドバイザーやイエループの人晩ですというふうに皆さんに紹介していますなのであの地,名地図とか地名とか職業であの人を探すことができますとなのでターゲットカスタマーとしてはそのローカルとか旅先とかであの街のどこにどんな人がいるんだっけと思うようなその好奇心のすごい高い人 がタターゲットカスタマーになりますす他方ですねあのブルーブックは街の,の芸能事務所ですという言い方もしていますどういうことかというとあの昨今いろいろ問題ありますけどあの若い女の子とかがあの芸能人になりたいと思ったら芸能事務所という仕組みがあるんですよねなんですけどその個人が本当に自分の好きな,そのなんかし仕事にしたいと思っているようなことで起業しようとビジネスをやろうと思った時にそれを支えてくれるような仕組みがありませんとでブルーブックはそこを担いたいと思っていますと なので2人目のターゲットカスタマーは街のここでこんなことをしているとでそれを世の中に対して伝えたい人そして自分のコミュニティを作っていきたいそういう人になりますで具体例ちょっと紹介しますあの彼あのアムステルダムでオールドペーパーのお店をやっている店主なんですけど Google で検索してみるとめちゃくちゃひどい評価が書かれていますとで実際僕彼のところを訪ねてなんでこんな評価が低いんだよと聞いてみるとですね あのそのすごい貴重なオールドペーパーを扱ってるんだけどもうなんか100均の商品扱うみたいにお客さんがこういじっていくからそれ注意してるとグーグルでひどいこと書かれると、うん、でこういうそのニーズがちゃんとあるんですねであとですね、もちろん福岡の開業率高いのでこういう若者がどん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 ん新しいことを始めていますそれとかですね彼、あの岩田屋という地元のデパートのカリスマ店員で1年間に3億4億溶け売りますと。 でこういう方々のことをブルーブックではイストと呼んでいますとでピアニスト、アーティスト何かに秀でている人イストということですねでイ,ストでイストになるとですね、あの自分のビジネスを紹介するページを持つことができるとともにそのソシオとコミュニティを育む場所を持つことができますとでそのソシオって何なのかというとですね、常連客です。 でもただの常連客ではなくて、本当にそのイストのことを応援したいと、でイストのやっていることをそのサポートしたいとで、コミュニティの一員になりたいと、そういうふうに思っている特別なお客さんのことです、で彼女なんかまさにそうですねでその、もうお気づきの方もいるかと思うんですけど、このソシオって、FC バルセロナのソシオ制度から来てますとで、本当にそのイストを応援するソシオと、こういう関係をお客さんと常連客の間で作っていくと、そういうことを考えています。 で、ちょっとここでおあのデモをお見せしますと。で、地名で、あの、天神、人を探しますと。そしたら、その、あの天神エリアの様々な職種のイストが出てきますと。で、今回、バー和田の和田さんを選びます。じゃあ、彼が自分でその一生懸命書いたコンテンツを見ることができますと。で、彼の素手をになってみます。で、もちろん条件があるので、条件に合っていることが前提です。で、メッセージを書きますと。で、同意して素手になりますと。で、そしたら、その彼のノートってところに行って、 あのそこではイストもソシオも投稿ができますと。で、ソシオのリストが見れるんで、誰がソシオなんだっけって分かりますと。で、こういうふうにコミュニティの一員になれますと。でですね、こうやってブルーブックの話をすると、時々言われてるのが、フェイスブックと何が違うんだっけと。で、結構違うんですね。何が違うかといフェイスブックって自分の周りの人とこうコミュニケーションを密にしていくというふうな設計の案だてでできてるので、万能じゃないんです。一番苦手なのが、全く知らない土地で、全く知らない人に出会う。 でそのセレンディピティを生み出すのはフェイスブックできないですで。そこをブルーブックは作っていきますと。でそれって何かって言ったら、こと消費なんですよね。要するにそのなんかあの、ものじゃなくてこと。僕がカーデザイナーを辞めた理由もここなんですけど、ことの,の究極ってやっぱり人と出会うこと。でそれが僕、経験の,その角だと思うんですよねで。その角をブルーブックでは取っていきたいと思っていますで。イエルプとかトリップアドバイザーとかそこが取れてません。人を扱ってないので。 でブルーブックはそこを取っていきますでビジョンですがあの生き方の多様性を生み出していきたいと思っていますとでテクノロジーの急激な進化であの今からです、ね、あの仕事の半分がなくなっていくとでそうしたときに人それぞれが本当に自分が大切に思っていることでその人らしい生き方を実現していく自己実現していくそういう世界を作っていきたいと思っていますでマーケットサイズですが国内で大体1400億ぐらいを想定しています でマネタイズですがちょうどこれからベータ版をスタートするのでこれらの可能性を探っていきたいというふうに考えていますであのスタートアップって要はそのペインを解決することでマネタイズしていきますとじゃあブルーブックのペインって何かっていうとですねあの友達でちょうどそのコーヒー店開業したやつがいて独立してですねで話をしてみるといやーさ俺もう,こう奥さんいて子供2人い,いんだけど10年給料上がってなくてさともうねこれ生活成り立たないから起業したんだよと。 要はその経済的な事情があるんですよね、でそれがペインで、それをブルーブックは解決していきますと、で福岡からスタートする理由も同様で、あの福岡って開業率日本一なんですね、そんだけペインが一番ありますと、でこれからのベータ版の運用をスタートするんですけど、あのもう方針は明確で、その一層とあのソシオのすっごく質の高いコミュニティを作っていく、でそこに注力していきます。 で最後にですねあの中期目標なんですけど1年2年かけてあの福岡でじっくりやっていきますでこれあのイールプの初期の頃もう全く同じことをやっていますでですねその後ですねあのグローバルにもう東京をすっ飛ばしてあの海外に出てきますで出ていってですねあのグローバルに展開することを考えていますでですね最終的には都市における人のインフラを目指していきたいなとあとですねその地域その地方創生ですねそういうところにもあの 貢献していきたいとそういうふうに考えています以上ですありがとうございましたはいありがとうございましたなんかいつもお会いするたび熱量をいただいているんですけど今日もまた素敵な思いが伝わってくるプレゼンテーションでした、はいでね、ありがとうございました、はい、早速勝谷ベンターお願いしますはい。はいも私もあの 自分らしさを売りに職業を作ってやっている道半ばでやってるんですけどそのイストなんですけどもお聞きしたかったのはどうういにフィルターかかけるんですね誰でもイストになれるわけじゃないですか芸能人になりたいと思ったら誰でもなれるじゃないですかなれるというか目指せると要するにコンテストでいやお母さんが応募してきたからとか言うけどでもいつでも取り消せるわけですよ。 で、これは誰でもなります。ただですね。うんうん、その誰が阻止をかとか素子をの数要するに、そのお客さんの数とか<ー>お客さんの質。はいはい、例えば一層の人があの訴訟になってたら、そんだけやっぱりレベルが高いんですね。で、そういうところで、あのどういったのかな？結果的にランキングが生まれてきます。なるほどはい。なので、訴訟の質。 と寮っていうところでその人がどんな人なのか椅子とかどんな人なのかというのは分かっていきます間口は広げるでですす、ね、そうだからあのアメリカの,あの学校の制度と大学の制度と同じですね、はい、で日本みたいに最初こう狭めてあとはっていうんじゃないです面白いいですね生き方が多様化してる時代にだから本当に生き方が多様化している時代にその人それぞれが自分の幸福のあり方を目指していける。うん こんだけテクノロジーが進化しているのにそういう形に世の中がなってないとだったらそういうふうに挑戦できるような土台を作ろうとなので今聞いたら本当にこれってあんだっけって皆さん思ってると思うんですでもこれね10年先に当たり前になってるんですん僕タイムマシーンで今に連れてきてるんではいはい,、はい、<laughs> い<や>ありがとうございますす,す,す,すごい熱量感じましたはい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあまず渕さんどうぞ <laughs> はい、なんか何て言うんですかねあの和洋設置なシステムというかなんかすごいこういうのが日本から出てくるっていうのはすごい素晴らしいなと思ってあのいいなと思って聞いておりましたで質問が2個ありまして1つはあの商業的なものあの,のカウンターっていうような位置づけだと思うんですけどそれがまあ芸能人だったりですとかその比較的その人気をこう アドでなんとでもなるような世界の人たちが一緒になりたいと言ってきたときにはそれを許諾するのかとかどういう世界観になっていくのかというのが一つともう一つは技術的なチャレンジとかここのシステム的な差別化とか今、開発者がこうたくさん賛同しているということなんですけど技術的に何を作ろうとしているのかというところをもうちょっと詳ししくお願いします技術的に何を作ろうとしているのかというとあのです、ね、どう言ったらいいんですかね。あの簡単に言うと その個人情報保護法で個人の情報って表に出てこないというのが当たり前なんですけどでも本当は街のここでこんなことをやってるとか思ってる人っているんですよねでそういう人が情報を発信する個人が本当に情報発信できる場を作ってくるようなシステムを作っていきたいとでそれが本当にグローバルにあ,のあってその人がちゃんと何でも発信できる。 例えば、これ、あの面白かったのがあの、買い物難民になっている人とか、一層になったら面白いんじゃないかとか言う人もいたりして、で要はその困っている人が手を挙げて、私困ってるんですって言えるような世界にもこれつながりますとで。最終的に人のインフラになっていきます。はい、であと、もう一つが、えー、とそのアドとかの話ですよね。でそれでいうと、これ、ソシオで全部実名性なんです。なので、実名性でそう,いうものにそういう人に対して、 なかなかつきづらいですよね。で、そういうところで、そういうのを抑止していこうと。いうふうに考えてます。はい。わかりました、はい。非常に面白いなと思いました。ありがとうございます。はい、はい。はい、ありがとうございます。えー、あ、えっ、ー、と、いらっしゃいますか、他に。もしよろしければ、九州スタートアップを来ていただいている、岸原さん。 ちょっともしよろしければコメントをお願いしてもいいですか突然,突然すみませんえー、どうもあの今年も参加させていただいてありがとうございます突然の振りで何とか言われましてなかったんですけど <laughs> あのえっ、ー、とですね、まあ、福岡で、えー、あの起用していただきましてで我々のイベントに出てもらってですねあのスタートということであの 本当にこれからの、えー、まあ、社会がこう組織全体からまあ個人にフォーカスしていくっていうときにやっぱり私自身はまあコンサルタントなんですけどあのフェイスブックだけだとなんかコンサルタントとして伝えたいことってなかなか伝えられないんですよねであのさっきのまあ、えっ、ー、と例えばバリスタの人がいたりすると自分がこんなにこだわって まあコーヒー作ってるんだとかそういうのをですね伝えたいって言った時のメディアがなかなかないんじゃないかなと思ってましてまあ,あのそこら辺をあのこのサービスがですね解決してくれてコミュニケーションと取れるというインフラになってくれるといいなというふうに思っております石原さんありがとうございましたコメントはいえっ、ー、と九州地区代表ウィークエンドのプレゼンテーションをこれにて終了とさせていただきます松崎さんありがとうございましたありがとうございました